クリスタルタワーとか。おお。取れた取れた。おお。いただきまーす。じゃあガチャ毎朝恒例。先にちょっと流させて違うの。熱いよ。乳酸菌とかの方がいいじゃん。乳酸菌が殺されちゃうよ。ガチャ毎朝健康のためにお酢を飲むようになりました。40歳男の子です。ああ。はい。お酢タイムー。いただきまーす。はーい。飲みました。まだ楽しい余韻が残っている月曜日の朝でございますが、面白かったね。なんか突発オフ会みたいな感じ。ヘックさんとカズさんがうちらが入る前夜から矢田川入りして待っててくれて。そうだね。ね。で、やっちゃんと一味さんが翌日来てくださって。うん。で、私たちは、亀ファミリーは名古屋初っていう感じでね。うんうん。うん。やっぱその、自分が旅に行った、旅行に行った気になれるって言ってくださるのは嬉しいね。うん。本当だね。もともとのガタゴーのコンセプトだもんね。うん。本当ありがたいなって。あと地元の方が、え、こんなとこあったのっていうポイントとかを紹介できてたりするのが、ちょっと意外だけど嬉しい。うん、たまたまかもしれないけどさ、出会ってくれる方々がみんないい人の塊っていうね。本当ね。今のところね。あの、なんか、え、これ、ルネッサンスってするんじゃないのね。飲んじゃった、先に。なんで一緒にルネッサンスじゃねえの。今日ね、デザートじゃなかった。デザート牛乳だった。あ、そうなんだ。うん。一人ルネッサンス。来ました。はい。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うわー、高いな。この前、本当に、電車走ってるの？さあ、上に行ってみよう。すごいな。クリスタルタワーって感じだね。さあ、着きました。おお。こっちも向こうもこっちもっていうか、これってさ、昔当時のレールが残ってるんだよ。そうだね。よし、ちょっと下が見えるよ。下は見えなくていいよ。あ、まだ平気。だいぶね、こもっちゃってるけど、十分下が見えます。うわ、景色見て。ここに足出して座れるって感じだったね。ね、下が見えるね。これはさ、これ苦手。これはやだな。フェンス苦手。下嫌だな。あ、本当、全然大丈夫だ。なんとかは高いところがっていうやつだからね。でもこっちのさ、町の屋根って、家の屋根ってすごい黒いのが
巻き込まれてしまった工場なんかは人が稼働してなかったかもしれないけど、残念ながら犠牲になった方が出てきた。ああ、そうなんだ、取れた。おお、さすが。俺取れてるかわかんねえ。いや、こうやって上に上げてて、どういう風に取れてるか見えてないね。多分こう見えてるかなみたいな想像でしかやってないもんで。このフェンスすごいね、やっぱり。はい、アマルベ鉄道見てきました。そして今がっちゃんがおたらい中に散策です。その地形がね、すごい恵まれてる。山あり海ありで、私の生まれ育った町を見ているようで、と言ってもこんな綺麗じゃないんですけど、私の町は。ほら、なんかちょっとしたところがもう色っぽい。ちょっとカメラワークの悪い私の撮影なのであれなんですけど、この弁天橋張の海、島、松、いいね、いいね。この余部鉄橋は道の駅余部からそのままエレベーターで上に上がることができます。景色も良く、歴史的建造物の鉄橋の一部も見ることができます。1986年12月28日の余部鉄橋列車転落事故は忘れてはいけないことだと思います。車を運転する僕でありますが、列車の事故も起きてはいけないことだと思います。これからも安全運転で旅をします。